はい、今ですね、タイのチェンマイに来てます。で、チェンマイの、旧市街ですね、あたりで今ちょうどこれから夜になるとマーケットになるんでね、そこのあたりのところを今探索してます。今だいたい夕方5時ぐらいですね。本日2011年の1月30日だいたい夕方5時ぐらいです。白人さんね、観光客の人結構多いですね。綺麗だな、濃いな、結構おられてます。これは何でしょう、人形。こっちを見渡すとろうそく、フェンス19バース安いな。日が出てます。お香とかこれやるのか、マッサージですね。タイ人の子も結構多いですね。子供たちです、タイ人の子供たち、ね、日本人もたまにねちらほらねこう見てると見かけます。すごいですね、こんなとこまでね店があるんだね。で、絵画気がしないですね。すごいですね、これ人がねなかなかすごい多いですね。観光客の人ばっかですけどね、絵画も売られてます。いちご、いちご美味しそうだな、これ。ストロベリーで、そうですね、すごいですね、これ人がめちゃくちゃいますね。この辺り雰囲気がすごくいいです、なんかすごい落ち着きます。京都の街を歩いてる感じですね。京都も結構人多いと思うんですけどね、まあすごく落ち着いた街だと思うんですけど、このチェンマイに関しても同じような感じです。すごいですね、これ。夜とかこの辺り歩くとね、結構ね、いいかもしれないです。で、これが有名なお寺ですね。